人間はどこから間違ったものに行ったのか。アダムというのはさ、何人かの好みを食べた瞬間から間違った方に行ったって神話があるじゃないですか。禁断の好みっていうかね、それは何なんだろうということです。私はね、それで解くんなら、それで解くんなら、その禁断の好みは知恵の好みと捉えた。人間の知恵で、知恵そのものはみんないいとされてるし、頭のいい人はいいとされてるし、もちろん普通社会ではそうです。もっと知恵を絞りなさいって、もっと考えなさい、もう言うならば、これもある意味では知恵です。そこから出る知恵の好みというね、私たちが人間が一番正しい、人間の発想が一番正しいと思って、本当は宇宙のリズムがある。私たちは怪我をしたら自動的に治る力がある。病気をしても自動的に治る力がある。全自動で食べたものは消化吸収できるの。男女も愛し合うと子供も自動的にできる。どの機能も私たちはどれ一つもゼロからは未だにできません。生命一つ未だに作れません。本当のことはまだ未だに人間は分かりません。まずそのことを理解してから知恵を出す。先に自分の考えでやっちゃうと問題の中の答えなんです。問題の中の問題であり、問題の中の答えなんです。宇宙の知恵から学んでそこに沿ったようにいく。そうなったら科学も全て何もかも変わっていくでしょう。宇宙にちゃんと法則があるわけ。その法則に沿う。もう実はもう答えがあるわけ。自分の解釈もいるし、分かる人もいるでしょ。でも真理は分かる人は少数なんです。コペルニクスも、少数でしょ。一人か二人でしょ。だから、だからみんなを理解するように、する前に本当に真理があった時に世界の人は一瞬で分かる時期が来る、そのコペルニクスがいいですよ。それをいろいろなことを説明するとかえって分かんなくなっちゃう。地球は自転しながら公転して太陽の周りを回ってる。ずっと人類創生から変わらなかった。私は他の人が分かるようにもう30年やってきました。本も150冊もです。もうそのやり方じゃないと、そういうことです。